んな年代の方にドキドキキュンキュンしていただけると思います。頑張りますので、ぜひ皆さん楽しみにしていてください。結婚の偏差値とは一体どういうことなのか、今回この作品を通じて結婚というものに真剣にちょっと考えてみたいと思います。皆さん劇場で待っているので、ぜひ足を運んでください。来て損はさせません。皆さんに恋愛っていいなだったり、恋に一歩踏み出す勇気みたいなものを与えられたら嬉しいです。結婚の偏差値3、純愛、9月9日から渋劇にて上演。笑って泣いて輝いて、ウェディングドレスパレードもぜひお越しください。お待ちしています。